マジか。すいません、テレビ東京ですけども、特殊で払うんで落ち着いてっていいですか。んいや、私今日泊まりですもん。ホテル、ホテル、アパホテルだから、アパホテル、浜町のアパホテルだから、今日泊まりだから、ホテルだ、ホテルダメだよ、同伴ダメだから、アパホテル。うん、本当ですか。今日誰かデリバリーヘルス呼んだりするんですか。いや、知らせよ、そんなことは。じゃだからさっきの話、スピキラ女子プロレス。ああ、そうそう、スキラ女子プロレス。なんか途中で話が変わっちゃった。そう、スキラ女子プロレス誰ですか。だからトヨタオイデンプロレスの水木って選手が好きなんですよ。えトヨタオイデンプロレスの水木って選手が。ローカルですよ、ね、全員じゃないですよ。 だからそれ愛知県で、もう愛知県でもですか、ピアジェとかウェーブとか有名ですよ。デラプロレスみたいな感じですか。だからトヨタオイデンプロレスって三河の団体で、で私が好きだってことをガムさんのチャンスの時に、ガムさんの時で、それがきっかけでウェーブに出るようになったんだよ、水木選手が。水木選手多分みんな知らないですよね。いや、覆面レスラー、空手のやって覆面レスラーで、うん、で、あとはね、あとは名古屋ドリームガールズのサエ選手とかね。あ、シードリングかかってる選手ですよ、うん、あの選手、名古屋の選手ですもん、サエ選手。あとユイナ選手、レイナとダブル所属のサエ、あ、ユイナ選手。多分わかんない、全然それ、うん、もっとメジャーどこ行ってくんねんってわかんないですよ。いや、メジャーですよ。レイナ女子って見たことないですか、レイナ女子。近いのみたいなこと言われても僕らわかんないですだからそれがいいんですよ、やっぱり。いわゆるそのマニアックなファンが好きだってる。女子プロレスの高橋さんかも知らないですよ。はい、誰ですか。トヨタオイデンプロレス水木選手が好きなんですよ。で、今までも久保さん女子プロレスいっぱい見てるから誰が好きなんですけど、いろいろ質問今までもいろんなところでされたんですよ、はい、その時にトヨタオイデンプロレスの水木選手が好きだってこと言ったんですよ、地元のトヨタ三河の団体の、はい、で、覆面レスラーで、それをね、チャンスでガムさんの日に行ったんですよ、ガムさんに。ガムさんに、久保さん誰が好きなんですかって言って、はいはい、トヨタオイデンプロレスの水木選手が好きだって。だからガムさんが、うちの名古屋大会使ってもいいよって。それがきっかけでガムさんのあれ一言で、ウェーブの名古屋大会とかピアジェの名古屋大会とかレイナ・ジョスとか出るようになったんですよ。すごい子じゃないですか。あれがガムさんの前で、誰が久保さんプロレスラー好きなんですかって言われたんです。それが分かった。そしたら久保さんね、メジャー団体で一人ずつ推し選手を上げていきましょう。だからじゃあメジャー団体、インディーとかそういうわけじゃなくて、ウェーブはやっぱり今はやっぱりアスカ選手ですね。アスカ選手、岡村、そりゃダメだ。で、ジェンダーレス、アスカ選手が可愛いんですか。どの辺が魅力語ってください、うん、だからやっぱ飛ぶのがいいんでしょ。飛んだりとか、ムーンサルトとかね、飛んだりとか。トヨタ長身式です、うん、あれいいなと思ってね、アスカ選手。あと長浜選手もいいなと思ってね。ウェーブはだっていつもガムさんにいじられてますもん。インフォメーションでガラタンって言ったらうるせえって。で、いないといないで、あれ今日静かと思ったらいつもうるさいおっちゃんおらんとかで、ガムさんがいつも言うんですよ。いないといない、いなくてもいじられるんです。いてもいじられて、いなくてもいじられてって、ね、じゃあピュアジェイはピュアジェイはね、やっぱりあれですね、やっぱりピュアジェイはやっぱマリマンジ選手ですね。マリマンジ選手、新人の、うん、マリマンジ選手いいなと思ったんですよ。ヤコ選手はもうで、今マリマンジ選手がいいなと思ったんですよ。マリマンジ選手は、うん、マリマンジヤコもいいじゃないですか。ヤコも、ヤコ選手も、ね、うん、でもマリマンジ選手がやっぱり一生懸命活躍、戦ってる姿が好きなんですよ、やっぱり、うん、ヤコも一生懸命戦ってますよね、うん、で、スターやっぱスターもやっぱりフーカさんですね。フーカさんも辞めてますよね、うん、だからフーカさんがレジェンドってことね。フーカさんがもういないから、もうほとんどスターダムも行かなくなったみたいなもんだ。前はスターダム毎月行ってたんですけど、フーカさんが いなくなってからもう辞めたって。あとクリス・ウルフ選手ね、クリス・ウルフ選手、あ、大江戸隊の あの好きなんですよ。で、クリス・ウルフ選手に前サッカー日本代表のユニフォームプレゼントしたんですよ、うん、サッカー日本。そしたらミッドプレスで、ミトガーさんのところ、ミッドプレスでトレーニングするときサッカー日本代表のユニフォーム着てやっとるみたいな、それ写真送ってくれたんですよ、クリス・ウルフ選手が、うん、サッカー日本代表のユニフォーム着てこうやってウェイトトレーニングやっとるみたいで、最高ですね、うん、写真送ってくれたんですよ、うん、アイスリボン。アイスリボンはやっぱ藤本司選手ですね。やっぱツッカーいいですね。ただアイスリボンね、今年の来年の1月に4年ぶりに名古屋で開催されますから、今までね、文子選手とか、うん、新田猫選手がいたから、東海、昔いた、がいたから東海地区やってくれたんですけど、その2人がいなくなったから東海地区